はい、ご承知していただきありがとうございます。信長の大使、ウィズパーピット。これは、川越線シナリオの、あれですね。うん。川越線シナリオですね。龍造寺。龍造寺、高信ですね。やっていきます。手を打ちましょう。こっち行こうか。進め！あと、ハートの高さが多分、クリアのような気がするんだよね。うん。じゃあ、これも、燃える。こっち25日、こっちは ?27 日。じゃあ25日のこっちも、こっち向かって。あ、2万5000で来るか。じゃあやめとこう。こっち行こう。ダメだ。69日かかるよね。一目さん、こっち行こうか。進むぞ！でもこっち行くんだったらこっちから出したって変わらないよね。変わらないよね。参る！ちょっと微妙にちょっと負けそうだけど、こっちに出して。こっちから、1万5000でしょ？ちょっと遠いところを解除しよう。22日だな。18日の2部隊削って、2万にしよう。2万。約2万。進め！で、こっちからもちょっと持っとこうか。こっちからもう兵ちょっと減らすような感じでいこうかな。で、兵減らして、1万8000ぐらい？進め！うん。じゃ、こんな感じでいこうかな。うん。じゃ、進めとこう。ユリアさん、ありがとうございます。我らに勝てるか。10年早いわ。水攻め51日、水攻めできます。いい感じかな、多分。今ある程度倒したんで。果たせんか。ゲチよ。はは。商業進めて、取引を行いましょう。セフェロ買っとこうか。今日、ほい35日。いいね。早いね。また、ハダンさんもさ、ほいも参加しないでくれればさ、多分従属させれたはずなんだよね。今日50日、兵は大丈夫だね。20倍いる。5倍いれば大体勝てますからね。ただ、あれか、ごぼうだけはあれだね、10倍ぐらい持ってかないと勝てないね、多分。ごぼう硬いからね。ごぼうって大阪城ね。悪いがこの城、もらったぜ！かたじけない。やってやろうじゃねえか！なんか想像するより早く終わっちゃいそうだね。勢力。想像より早く終わっちゃいそうだけど。まあ、しょうがないね。早く終わっちゃったらね。報告いたす。先月の収支だ。ご命令を。もう、農地、来年はないけど、農業の。じゃ、これ、取っとこうか。じゃ、進めとこう。我が覚悟、お見せしよう。ホイモかな？ああ、ホイモ来たね。っていうことで、船長の延長だね。うん。まあ、ホイモの延長だと思えば、全然ありがたいですね。
楽しもうぜ。武器を受けなくて済みますからね。勝ってるね。それじゃ次の戦に行こうか。はい、入試期終わりました。部分入場させて、させて、256しかないね。合流。先に行くぞ。ついてこい。いざ参る。そしたらじゃあこっち行こうか。先に行くぞ。いいね、六角さんにも持ってもらってる感じだもんね。だってこう、境界線でね、従属勢力にね。うん。これは楽だわ。うん。こういうもいくら来たって全然楽だわ。うん。まあ、攻め込まれないからね。うん。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。2号落としたのですよね。まず1個だね。手を打とう。ここに置こうか。出陣するぞ。もう一個、荒木さんが送ったんで。これチェックメイトですね、多分。出陣せよ。で、そんなこと言っときながら、ここは余ってたね。空いてたね。報告いたす。先月の終始だ。表情、始めるぜ。俺の策を聞いてくれ。84、67、64。これで表情はお開きだ。新参のこのポイントアップもあればいいんだけど、別にもう、あと1回ぐらいだもんね。あと、とりあえず1回、取っとこうか。一応。承知した。まだここら辺もまたちょこちょこっとなんかあれだね。待てよ、これ飛び出てるからこっち行きゃいいんじゃない？手を打ちましょう。遅れを取るな。うん、飛び出てるからこっち行こう。志果たさずして勝は終えられぬな。ウリガムさん、ありがとうございます。勝つなんてことは分かっている。この城もらっていくぞ。こっち行けば出陣する。こんだけど多分こっちの方が早いでしょ、多分。あとスカじゃ帰れないでしょ。帰ってきやがった。この城もらい受ける。かたじけない。どこ行こうか、こいつは。参る。もう行く場所はないね。だから返すのもったいないんで、せっかく遠くから集めてきたからね。かといって、こっちも行くのも、長井に行くにもちょっとこれじゃ、兵が足んなさすぎるんで。強行42日、その方が飛び出すのがいいですね。残り69日。20あとどんぐらいかかるんだ。44日方位で。貴様ごとき我が敵ではない。本当にこれちょっと足りるのかな。ちょっと不安になっていたぞ。あ、36ポイントあるの。うん、あるんで、じゃあこれ返そう。2条が落ちれば問題ない感じかな。今の6さんだったら大丈夫だね。うん。じゃ、これで、2条が落ちるのが、あと、来月だね。うん。こい61日。この城もらったぜ。これも返しておこうか。
山田さんを取り込みますか？取り込みません。報告いたします。議長。なんかさ、取り込まれるよりもさ、ねえ、ちゃんと自分が大名としてね、生涯全うした方がいいと思いますよ。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。かたじけない。これ返して、じゃあ進めとこうか。この程度でしたか。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。これね、これで36ポイントと2条5章をね、取ったので、これでね、エンディング、総武事例がね、発令できるはずです。勢力で。で、36ポイント、2条5章が来たんでね。はい。まあ、リュウゴリさんもね、まあ、意外と楽しかったかなとは思いますけどね。まあ、次があれだよね。一応何回、リセット、要は、白替えでね、毛利さんでやってほしいって言われてるんだけど、何回ね、やればいいのか、よくわからないけどね。はい、一応コメントでは聞いてるけど、もしコメントで聞いて何回君がやればいいかって聞いて、もし、ね、返事が来ないようであれば、起用させますか、よろしいですか。はい。まあ、適正3回ぐらい繰り返しときゃいいんじゃないのかな、バラバラになるんじゃないかなと思いますけどね。まあでも、どこにどの家が、あんまり、どの家でもそんな変わらないですけどね。はい。ということで、当家の、まあ、あれは天下に届いております。ということで、はい。幕を押します。はい、エンディングに移行します。まあ、このね、エンディング、あれですね、なんていうのかな、回想シーンみたいなのがあるんで、もしよかったらね、見ていってください。回想シーンまでは流しておきます。エンディングの方はね、エンディングの歌の方は流さないんでね。はい、もしよかったらね、回想シーンまで。あとエンディングの歌まで見たい人は、歌まで録画してるお家もあるはずです。最終回の方の後ろの5分、10分ぐらいのところ探してみれば、ね、見れるかなと思います。ということで、ご視聴いただき、ありがとうございました。